はい、こんにちは、吉田です。現在いますのは新潟県にあります上越妙高駅です。今回は北陸新幹線白鷹に乗車し、上越妙高から大宮を目指します。その道中では上越妙高駅で購入できるお土産グルメを紹介していますので、少しでも参考になれば嬉しいです。また視聴者の皆様がご存知の上越エリアのお土産グルメがありましたら、ぜひコメント欄にて教えていただけますと幸いです。それでは早速改札に向かいましょう。ということで、上越妙高駅の構内に入っていきます。上越妙高駅は2015年に北陸新幹線の延伸開業の際に新しくできた駅ですが、それ以前は脇野田駅として在来線のみが停車する駅でした。新幹線が停車することになったため、駅も新しくなり、構内はとても綺麗です。西口階段を上がりますとピアノが設置されています。日中は妙高エリアの山々を眺めながら演奏することができます。駅の構内には越後ときめき鉄道の改札と JR 東日本北陸新幹線の改札と2つの改札があります。ではニューデイズにて新幹線でいただくお酒とお土産グルメを購入したいと思います。ということで、購入が完了しました。何を購入したかは改めてご紹介します。では改札を通過していきます。乗車します新幹線は21時22分発白鷹578号東京行き。停車駅は飯山、長野、上田、佐久平、軽井沢、高崎、大宮、上野、終点東京です。この日、長野から先東京方面に向かう新幹線の最終列車となります。新幹線の到着まで少し時間がありますので、待合室にてフラインググルメ紹介をしたいと思います。ということで、誰もいない待合室にていただきますのは生ビールから。新潟限定販売の風味爽快にしてをいただきます。ラベルには新潟市に本拠地がありますプロサッカーチームアルビレックス新潟のロゴやメッセージが描かれています。ではいただきます。いやー、うまい。この時間のビール、染みますね。そしていただきますのは、小竹製菓のサンドパン。パンそのものが柔らかく、普段食べるような菓子パンとは比べ物にならないぐらい美味しかったです。小竹製菓のサンドパンは、こちらの動画で詳細をお伝えしていますので、お時間のある方はぜひご視聴ください。ということで、サンドパンを食べきり、引き続き新潟限定ビール、風味爽快にしてをいただきながら、電車を待ちます。風味爽快にしては新潟の食に合うように作られているそうです。新潟といえば日本海沿岸で採れる海鮮やコシヒカリに代表されるお米が有名かと思いますが、そのような食に合うように作られているみたいですね。ということで、風味爽快にしてを飲み切りまして、間もなく新幹線が到着しますので、ホームに上がりたいと思います。いやー、それにしてもビールうーまかった。乗車します白鷹578号は21時22分に上越妙高を出ますと、目的地の大宮に着くのは22時59分、約1時間半の旅路となります。待合室を出まして12番線ホームに上がっていきます。そして新幹線が到着しまして、乗車をしていきます。自由席に乗車しますが、遅い時間帯ということもあり、空席が多く席は選び放題でした。そして新幹線は上越妙高を出発、次の停車駅飯山を目指して進んでいきます。後ろに座ってる人もいませんでしたので、何も気にせずリクライニングをしていきます。リクライニングをして一息ついたところでお酒を開けていきましょう。背面テーブルを下ろしまして、今回いただきますのはこちら、日本酒の妙高山です。上越妙高駅には至る所に妙高山のポスターが貼ってありまして、上越妙高エリアの名物日本酒となっています。製造元は妙高酒造です。では開けていきましょう。カップを開けると日本酒のいい香りがしてきました。ではいただきます。ここまで見ていただいた視聴者の皆様、乾杯。
おお、想像よりもはるかにすっきりしていてとても飲みやすい。日本酒といえばガツンと辛口な印象があったのですが、こちらはフルーティーな感じでとても美味しいです。日本酒の妙高山を味わい始めたところで、新幹線は飯山駅に到着です。新幹線は新潟県から長野県に入っています。飯山駅を出発し、落ち着いた夜景を眺めながら走行していきます。そして新幹線はスピードを落とし、マンションが多く見えるようになってきますと、間もなく到着しますのは長野駅です。長野県最大のターミナル駅であり、北陸新幹線の輝き号、白鷹号、すべての列車が停車する駅となっています。そして新幹線は長野駅を出発、引き続き終点の東京に向けて進んでいきます。変わらず新潟県の地酒妙高山をいただいていきます。ここからはお土産グルメもいただいていきます。ご紹介しますのはこちら、沖縄飴です。吉田はこの沖縄飴のことを聞いたことがなかったのですが、上越市の特産品ということでしたので購入をしてみました。パッケージからもとても歴史がある特産品ということがわかります。開けてみると一つ一つ個包装されていて、手触りは柔らかいです。こちらの沖縄飴は寒天と合わせて四角く柔らかめに固められた水飴となっています。ではいただいていきましょう。飴とは思えないようなもちもちの食感がたまらないですね。これはうまい。こちらの沖縄飴の製造元は高橋孫左衛門商店。なんと江戸時代から続く日本一古い飴屋さんだそうです。新幹線は上田を経由しまして佐久平を目指して進んでいきます。いやー、沖縄飴は程よい甘さなのでつい手が伸びてしまいますね。ほんとこれ美味しいです。とはいえ他の名物お土産もありますので、沖縄飴はここまでにして、残りは妻へのお土産にしたいと思います。引き続き妙高山をいただきながら新幹線に乗車しています。そして新幹線は間もなく佐久平に到着です。駅前の大きなマンションと広い駐車場に憧れを抱きながら佐久平駅に入線していきます。その後佐久平を出発しまして軽井沢を経由し、次の停車駅高崎を目指して進んでいきます。お酒が回り、顔を赤らめながら引き続き新潟の地酒妙高山をいただいていきます。それにしても飲みやすくて美味しいですね。そしてお次にいただきますのは笹団子味の柿チョコです。新潟名物の柿の種に、同じく新潟名物の笹団子の味をしたチョコレートでコーティングをした、一つで二つの名物が味わえるお菓子です。製造元は何和屋製菓。柿ピーとしても有名なあの三日月型のおせんべい柿の種を初めに作った会社です。形は完全に柿の種ですが、笹団子味のチョコレートがコーティングされていますので、どんな味がするのでしょうか。おお、しょっぱいよりも甘い方が断然強いですね。お菓子感覚でパクパクいけてしまいますね。先ほどの沖縄飴もそうですが、あまり甘いものと日本酒を一緒にいただく人はいないかもしれませんが、妙高山はすっきりとしているので甘いものにも意外と合うのかもしれませんね。吉田は日本酒のことがあまり詳しくないので、もし日本酒の飲み合わせのことについて詳しい方がいらっしゃいましたら、こちらもコメント欄にて教えていただけますと幸いです。いやー、それにしても笹団子味の柿チョコ美味しいですね。どんどん食べてしまいます。そして日本酒もうまい。酔いも回ってかなり顔が赤くなってしまい申し訳ありません。新幹線は長野県から群馬県に入りまして、間もなく高崎です。お忘れ物のないようお支度ください。高崎
そして新幹線は高崎を出発。次は埼玉県に入りまして、下車駅の大宮です。上越妙高で開けた妙高山も残りわずかです。大切に飲んでいきます。全然ピントが合っていませんが、新幹線は熊谷を通過します。もうあと10分ほどで大宮に到着です。この新幹線に乗車できる時間も残りわずかということなので、妙高山を飲み切っていきます。そして笹団子味の柿チョコも完食です。ごちそうさまでした。そして新幹線はスピードを落とし、大宮に到着です。乗車してきました白鷹578号は、上野駅を経由して終点の東京まで進んでいきます。時刻は23時2分、大宮を発着する新幹線も残りわずかです。下り線は東北方面は那須塩原行きが1本、上越北陸方面は高崎行き1本のみの発車となっています。それでは改札を出ていきます。今回は上越妙高から大宮まで北陸新幹線に乗車し、その車内で新潟上越エリアのお土産グルメを満喫しました。どれも美味しいものばかりで大満足でしたが、日本酒の妙高山がほんとすっきりしていて飲みやすく、また飲みたいお酒になりました。途中から顔が赤くて見にくいシーンもありましたが、最後までご視聴いただきました皆様、本当にありがとうございました。引き続き全国の観光地、グルメ、鉄道などの情報を発信していきたいと思いますので、ぜひ高評価やチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。